快速特急成田空港行きです。次は青戸に停まります。引き船、八広、四つ木、立石には停まりません。ご注意ください。次は青戸に停まります。新宿にはご注意ください。
いたしました。ご利用いただきましてありがとうございます。京成本線経由の快速特急成田空港行きです。この先停車駅は青戸、高砂、八幡、船橋、津田沼、八千代台、勝田台、桜、成田、空港第2ビルの順に停まります。なお空港第2ビル成田第2、第3ターミナル到着は20時29分です。終点成田空港成田第1ターミナル20時32分の到着でございます。次は青戸でございます。日暮里上野方面は戻り替えでございます。青戸の次は続いて高砂に停まります。当社ではただいま年末年始輸送安全総点検を一貫としてプラットフォーム505を行っております。電車から降りになりましたら離れてお降りください。また線路への転落を見かけたら迷わず非常通報ボタンを押し、決して線路には降りないでください。事故防止にご協力をお願いいたします。
しました。まもなく青戸でございます。出口は左側にあります。日暮里上野方面は下の方部2番線にお乗り換えください。各駅停車上野行き36分でございます。お忘れをなさいませんかご注意ください。青戸の次は続いて高砂坊に停まります。北総線方面のアクセス特急成田空港行きです。ご乗車は京成本線経由船橋津田沼八千代台方面快速特急成田空港行きです。少々お待ちください。成田空港行きです。次は高砂でございます。柴又金町方面北総線はお乗り換えでございます。金町方面は5番線ホームにお乗り換えください。柴又金町行き37分です。北総線は降りましたホーム3番線4番線お待ちください。北総線方面のアクセス特急成田空港行き34分、各駅停車インバー日本板行き44分です。高砂の次は八幡に停まります。途中の小岩、江戸川、河野台、市川間は菅野には停まりません。ご注意ください。この後各駅停車大和田行き36分です。降りの際にはお忘れをなさいませんかご注意ください。まもなく高砂です。出口左側です。高砂の次は八幡に止まります。
次は船橋に停まります。途中の折越、中山、東中山、西下、海進には停まりません。ご注意ください。次は八幡でございます。なお携帯電話はマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。優先席付近混雑時には電気号をお聞きください。ご協力をお願いいたします。
です。出口は右側です。都営新宿線はこの2階です。八幡の次は船橋に止まります。途中の堀越、中山、東中山、西船、海神には止まりません。ご注意ください。この後参ります。各駅停車、薄い雪、ご利用ください。